はい、それではまたね、これやりますね。すーごい。ちょっと待ってね。これね、始める前と後にやる、注意するんですね。これが付属しているんですけど、これがパナソニックナショナルシェーバー、まあ同じなんで、これすごいね、これすごい。あ、まあ充電で大丈夫だとは思うけど、どうなんですかね、枯れてるんですか。はい、鏡が2つになりました。どうだろう、なんかよく見えないけど、なんか見えづらいね。うなじのところ、襟足か、襟足。あ、耳のところかぶさってるね、左側ね。右側は大丈夫かな。なんかうまくできないね。鏡を鏡に映して、よいしょ、あ、12、こっち
6mm。 ここのね、耳の上ね、よいしょ、まあ、こうにするんだとは思うけど、こうだとね、変えないんだよね。だからこうにしないと。でもこれじゃアタッチメントをつけたら意味がないもんね。はい、これでおしまいです。まあ、こんな感じですけどどうですか、綺麗に変えてますかね今ね、写真撮影してみたんですよこれ分かりますかね、こっからですね、こういう感じか黒く残ってるんですよまあまあ、これちょっといけませんね。こういう感じだよね。どうですよね。こういう感じに残ってましたよね。
どうですかね、黒い帯は消えましたか？またちょっと写真撮ってみますね。